ファークライ4は UBI ソフトモントリオールスタジオ開発、UBI ソフト発売のファーストパーソンシューティングゲーム。北米では2014年11月18日、日本ではマイクロソフト Windows 版以外が2015年1月29日に発売された。ファークライシリーズ5作目。前作との物語上のつながりはないが、一部の武器、システムが引き続き使用されている。 ストーリーを追うキャンペーンミッション以外にも人質の解放や敵の殺害を目的としたクエストやアクティビティ、敵のウェーブを耐え抜くアリーナ、フィールド上にランダムに発生するカルマイベントなどが存在する。それ以外にも収集品のコレクタブル、動物の狩り、もしくはフィールド上の敵兵士とただ戦闘することもできる。フィールドが山岳地帯となったため、グラップルアクションや ジャイロコプターなども追加されている。本作のシステムは、基本的に、前作、ファークライ3のシステムを踏襲しており、そこに、新たな要素が追加された形になっている。母親の遺言に従って、故郷である南アジアの小国、キラット2階を携えて訪れたエジェイ・ゲールは、入国時にキラット王立軍と、反政府勢力、ゴールデンパスの小ゼリアに巻き込まれ、 そのまま王宮へと連行されてしまう。元キラット国王であるパガンミンと対峙した AJ は、その狂気に満ちた振る舞いを目の当たりにし、ゴールデンパスの手助けにより、王宮から逃亡する。逃亡の最中、ゴールデンパスの指導者であるサバルから、自分がキラットの英雄モハンエールの息子であることを知らされた AJ は、ゴールデンパスに加わり、パガンミンの軍との戦いに目を投じていく。 本作の舞台である南アジアに位置する君主制の小国。四方をヒマラヤ山脈に囲まれた内陸国でネパールをモデルにしている。北緯27度7部から北緯30度60分、東経80度9部から東経90度0部にかけての地域に存在する。西はカムサ、南はパピリパブリック、東はインキーという国、地域に隣接している。 キラット国内の政治に民主主義的性格はなく、国王による独裁が横行する絶対君主制が敷かれている。民政喧嘩での国家組織の全容は不明であるが、国軍であるキラット王立軍と国策プロパガンダを行う社会広報調和省ベルタワーの放送などから労働省なる省庁が確認されている。内戦状態であるキラットでは、 公式に反乱集団として認定されているゴールデンパスへの対抗策としてベルタワーや外線車を利用したプロパガンダ放送が毎日のように行われている。対外関係は不明であるが、国内には在外交換に類する施設が存在せず、また内戦中であるため入国に制限がかけられている。キラ製茶会社、老館連ガ会社、ケオといった企業に関する施設も多く見られるが、 経済水準は低く、国民のほとんどは農業に従事している。名産のキラチャの生産が主産業の一つだったが、民によって麻薬の生産へと転換させられてしまった。ラクシと呼ばれる上流種の製造も盛ん。キラやバナシュール、ヤルンに、ヤクシニーといった神々の存在が広く信じられており、国内の随所に寺院、修道院、神殿、 アシュラムなど信仰にまつわる建築物が存在している。タルン・マタラという女性のシャーマンが存在し、キラッドの土着信仰においては最も重要な存在と認識されている。古くから王政国家であったが、19世紀前半にはイギリスの東インド会社の支配下にあった。1980年代に王政廃止を唱える。 国家主義者によるクーデターによって国王が殺害されて、キラットは混乱状態となる。王室内部にいたモハンゲールは、パガンミンの傭兵組織の協力を得て、国家主義者の鎮圧に成功し、皇太子を擁立して、国体の維持を図るが、パガンミンの裏切りによって失敗した。国王に即位したパガンを失脚させるべく、モハンはゴールデンパスを組織して、 抵抗運動を始めたことにより再びキラットが内戦状態となった。モハンはタルンマタラである妻イシュアリを国家元首とする真剣政治を主体とした宗教国家を築くことを無双していたが、急統に囚われた戦術が災いして戦況が悪化していた。ゴールデンパスの勢力が衰える中、モハンはイシュアリを使ったパガンに対する工作活動を実行したが、 最終的には失敗し、モハンはパガンとイシュアリの間にできた子供を殺したことにより、イシュアリに殺害された。これにより、パガンの影響力は確固としたものとなり、ゴールデンパスは消滅こそしなかったものの急激に力を失った。国土は南北に地域が分かれており、キングスブリッジという橋だけで往来ができる。シ都らし町を含めて、およそ近代的な都市部はなく、 国内全域に小さな集落が点在するのみである。小国ではあるが、国内には国際空港も存在する。国内には25カ所の軍事基地と17基のベルタワーがあり、その他の発見可能なロケーションは大小合わせて200以上に及ぶ。国土大きな川が縦断しているが、急峻なヒマラヤ山脈に囲まれた地形により、国外からの流入。 国外への流出は見られない完全な内陸湖地域となっている。山岳地帯が多く、起伏に富んだ地形が広がる。ゴールデンパスの勢力が支配的である。南、キラットに比べて面積は3分の2ほどで、起伏が少なく平野が多い地域。気候は寒冷で、東部では乾燥地帯も広がる。王立軍の特にこの衛兵の支配が強い地域である。 ありがとうございます。